アルド・フェラレージは、イタリアのバイオリン奏者、フェラーラの生まれ。5歳の時に、両親から音楽の才能を認められ、地元のフレスコ・バルディ音楽学校で、フェデリコ・バレーラとウンベルト・スピーノに音楽を学んだ。12歳の時に、パルマ音楽院に進学して、マリオ・コルティにバイオリンを学び、コルティのローマ聖チェチーリア音楽院への転任に、合わせて転学し、 1917年に卒業した。卒業後は、フェラーラに戻り、しばらく地元のアポロ映画館の無声映画の伴奏や、カフェでの演奏で生計を立てたが、バーシャプルジーホダとヤン・クベリークに認められて、ベルギーに留学し、ウジェーヌイザイの下で研鑽を積みながら、欧米各地で演奏活動を行った。第二次世界大戦中は、母親が、 ユダヤ人であったために演奏活動を制限されたが、1948年に演奏活動に復帰し、1950年にはジェノバで行われたクリストファー・コロンブス聖誕500周年祭で、ニコロ・パガニーニのバイオリン競争曲第1番を披露したり、1965年にバチカンの教皇パウロ6世紀の午前で演奏を披露したりするなどの活動を行った。 1968年にエフレム・ジンバリストがカーティス音楽院の院長を辞任したとき、公認としての渡米を打診されているが、家族とイタリアで過ごすことを優先してその話を断っている。サンレモニテ死去。ありがとうございます。